ず映画情報シネマキング。週末映画情報シネマキング第293回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディアシーツ発行編集人、そしてムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は11月3日水曜日祝日、そして11月5日金曜日、11月6日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介していきます。まず最初に紹介するのは11月3日水曜日祝日から公開されました劇場版昨日何食べた、こちらの作品から紹介します。最初に紹介するのは劇場版昨日何食べた。この作品は吉永文による人気漫画を西島秀俊、内野聖陽のダブル主演でドラマ化した昨日何食べたがファン待望の映画化作品です。 2LDK のアパートで同居するシロさんとケンジのほろ苦くも温かい毎日がハートウォーミングに描かれていきます。劇場版昨日何食べた、11月3日水曜日祝日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはドルビーシネマ版嵐アニバーサリーツアー 5x20 フィルムレコードオブメモリーズ。この作品は嵐20周年のツアー嵐アニバーサリーツアー 5x20 のツアー中にシューティングライブを敢行。ジャニーズ事務所初のライブ映画のドルビーシネマ版が11月3日からミッドランドスクエアシネマで先行公開、通常版が11月26日から劇場公開します。ドルビーシネマ版嵐アニバーサリーツアー 5x20 フィルムレコードオブメモリーズ、11月3日水曜日祝日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはエターナルズ。この作品は何千年もの間人知れず人類を見守ってきた不死の種族エターナルズが地球の危機に立ち向かうアクション大作です。アンジェリーナ・ジョリー、ジェンマ・チェン、リチャード・マッテン、キッド・ハリントン、マ・ドンソクらがヒーロー役で集結しています。エターナルズ11月5日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはリスペクト。この作品はジェニファー・ハドソンがソウルの女王アレサ・フランクリン役に挑んだエンターテインメント大作です。愛に傷つき己の弱さを知り自分を見出し、そしてリスペクトを取り戻していく感動物語となっております。魂を込めた熱唱に心を揺さぶられる音楽ファン必見ムービーです。リスペクト11月5日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはアンテベラム。この作品はゲットアウトアスで知られるプロデューサーショーン・マッキトリックが観客の好奇心をかきたてる想像を絶する真実を投げつけます。パラドックスな迷宮のごとき映像世界の果てにあらゆる思考が吹っ飛ぶ仕掛けで鑑賞者の意表をついてきます。アンテベラム11月5日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは映画すみっこ暮らし青い月夜の魔法の子。この作品は大人が不覚にも涙するアニメ映画として2019年に公開しスマッシュヒットを記録した映画すみっこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子に続く劇場アニメ第2弾です。今回はすみっこたちが暮らす町を舞台に青い月の夜の不思議な物語が描かれてきます。映画すみっこ暮らし青い月夜の魔法の子、11月5日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは東雲色の週末。この作品は映画初主演となる元乃木坂46の桜井玲香をはじめ岡崎紗恵、水戸夏目がトリオを結成し漠然とした悩みの中にいる元放送クラブ3人を通して大人になりきれない20代女子たちの等身大な姿を描いた青春ドラマです。東雲色の週末11月5日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋他で公開です。続いて紹介するのは場所はいつも旅先だった。この作品は文筆家、書店オーナー、暮らしの手帳元編集長など様々な肩書きを持つ松浦弥太郎が初監督した
ドキュメンタリー映画です。世界5カ国6都市を旅した松浦が各地で体験した出会いとかけがえのない日々を飾らない言葉でエッセイ集のように綴っていきます。場所はいつも旅先だった11月5日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのは本当のピノッキオ。この作品はイタリアの児童文学ピノッキオの冒険をゴモラ、ドッグマンなどで知られるイタリアの奇才マッテオ・ガローネ監督が美しくも残酷に映画化したダークファンタジー映画です。本当のピノッキオ11月5日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのは僕たちはみんな大人になれなかった。この作品は森山未来が主演を務め音楽と青春時代をシンクロさせながら描く切ない青春映画です。ある朝の満員電車の中で昔の恋人に間違えて Facebook の友達申請を送ってしまった主人公僕の混沌とした一日から始まる過去と現在を SNS がつなぐラブストーリーです。僕たちはみんな大人になれなかった。11月5日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのは早急のファフナーザ・ビヨンド第10話、11話、12話。この作品は少年少女たちが人型兵器ファフナーに乗り込みペストウムと呼ばれる未知の存在と命を落として戦う姿を描いた SF アニメーションです。2019年から劇場先行上映されてきたアニメ早急のファフナーザ・ビヨンドの第10話、第11話、第12話を劇場先行上映します。早急のファフナーザ・ビヨンド第10話、11話、12話11月5日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはダンシング・マリー。この作品は独自の世界観を創出し次々と新作を世に送り出しているサブ監督がエグザイル・ナオトを長編映画単独初主演に起用。しがない市役所職員のケンジと霊能力を持つ女子高生ユキコの2人が時空を超えて奮闘するヒューマンコメディです。ダンシング・マリー11月5日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは Once Upon a Time in Shanghai。 この作品は1937年の魔と上海を舞台に時代に翻弄される男女の血で血を洗う抗争を描いた愛と欲望が渦巻く極上のクライムサスペンスです。 Once Upon a Time in Shanghai 11月5日金曜日より中川コロナワールド他で公開です。続いて紹介するのは荒野に希望の明かりを灯す医師中村哲現地活動35年の奇跡。この作品はアフガニスタンとパキスタンで35年にわたり病や戦乱そして干ばつに苦しむ人々に寄り添いながら命を救い生きる手助けをしてきた医師中村哲。2019年12月、何者かの凶弾に倒れた中村医師が命を落として残したものは何なのかを紐解いていきます。荒野に希望の明かりを灯す医師中村哲現地活動35年の奇跡。11月6日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはプリテンダーズ。この作品は注目の若手女優小野花凛と三上愛が型破りなアイデアを武器に社会に挑む女子高生を演じた異色作です。2人の女子高生が SNS を武器に世界を変えようと奮闘する緊張と興奮のシスターフットムービーです。プリテンダーズ11月6日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは最強殺し屋伝説国岡完全版。この作品はベイビーワルキューレ交流の村の坂本優吾監督が伊能正幸を主演に起用し殺し屋ビジネスの実態と殺し屋の日常生活を描いたフェイクドキュメンタリーです。最強殺し屋伝説国岡完全版11月6日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは奈落の羽。この作品は全員死刑の映画監督小林雄貴がメガホンを取り本物の不良俳優と超一流プロスケーターを起用し市民とのトラブル、スケーター狩り、乱闘、島流しなど実際の事件をベースにした未だかつてないスケボー映画です。奈落の羽11月6日土曜、11月7日日曜シネマスコーレにて上映です。続
いて紹介するのは恐るべき子供たち 4K ベストア版。この作品はジャンピエール・メルヴィルが監督を務め、母を亡くし二人きりになった兄弟エリザベートとポールを軸に、子供たちの危険な愛と乱れの世界を描いた恐るべき子供たち。この日本語字幕版を一新した 4K レストア版が劇場公開します。恐るべき子供たち 4K レストア版、11月6日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはジャズロフト。この作品は1950年代半ば、マンハッタンのとあるロフトで繰り広げられていた気鋭ジャズミュージシャンたちによるセッションを、写真家ユージン・スミスが密かに記録していた録音テープと写真をもとに構成したドキュメンタリー映画です。ジャズロフト、11月6日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは遊びのレンズ。この作品は東京都世田谷にある自分の責任で自由に遊ぶをモットーにした遊び場プレイパークに集う子育て中の親たちが中心となって制作したヒューマンドラマです。遊びのレンズ、11月6日土曜よりメイン小劇場にて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました。新型コロナウイルス、まだまだ予断は許しませんが、徐々に平常に戻りつつあります。皆さん、おのおのに手洗いうがい、そしてマスクをつけて映画を楽しんでください。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーン、そして大音響で鑑賞するために映画制作者サイドが作っております。皆さん、好みの映画を見つけて映画寝してみてください。ミッドランドスクエアシネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港にお寄りの際は、こちらのムービーステーションもぜひ手に取ってください。よろしくお願いします。それでは、さよなら。